リサちゃんが即興トーミーのボロサツもジュンゴルサインを作ってます。あとかあのじゃあ二段性してイベントホールの説明します。見てくれてありがとうございます。今日は楽しんでもらえると嬉しいです。今日は一日よろしくお願いします。それではアウトスタート第5組目の選手をティーオフ順にご紹介いたします。まず最初のティーオフはこの日のために筋トレ、プロテインで肉体改造。昨日はロッテ葛西で練習。長いドライバー300ヤード飛ばしてフェアウェイキープしますので注目してください。得意クラブはドライバー、ドローとフェードを打ち分けられます。おー、すげえ。よいしょ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ナイス。おお、これはいいぞ。ナイス。ありがとうございます。ナイス。素晴らしい。ナイス。ナイス。くれたニアピン。まさかのニアピン。いや、片手です。リンゴルのでも、うん、ストーン行ってもらってリンゴっぽく、ここのマークもね、はい、どうしよう、林に行ったら見つかんなかったらごめんなさい。見つけます。大丈夫です。見つけましょう。こっちが合わせやすい。私はそうですね、ちょっとだから持ってるだけの系統が一緒なので。お疲れ様です。終わりました。終了。皆さん楽しんでた。すごくてかもう女性も、まあ、もちろん男の人もそうだけど、うん、上手い人がやっぱり多いですよ ね。あとパワフル、うん、はい、お疲れ様です。楽しかったです。後半崩れました。暑くて、はい、疲れちゃいました。でも楽しかったです。ありがとうございます。今日は、3オーバーで待ってこれました。結構難しかったんですけど、なんとか耐えられました。楽しかったです。ありがとうございました。ちょっと打っちゃいましたね。でも素晴らしいコースで天気も良くて最高でした。ありがとうございます。楽しかったです。どんなイベントブースがあったか紹介していきたいと思います。
サンキューデザインさんですね。マットレス、写真にもあると思うんですけど、大きいバンですねに来ていただいて、ベッドのマットレスがキャンピングカーの中に引いてありまして、本当に寝心地が良くて体にフィットして、私結構腰痛あるんですけど腰への負担とか全くなかったです。私もあのベッドマットレスちょっと今検討中です。で次にウィザーさんですね。飲む日焼け止めとチョコレートとあとプロテイン出していただきました。そのパターゲーム対決ですね。パターが入った方にその景品が当たる、そちらのブースもすごく盛り上がっていたようです。さらにガーミンさんですね。ガーミンさんはあの GPS ウォッチを30名の方に先着で貸し出ししていまして、で皆さん結構コースで使われてあのかなり好評でしたね。何人かは購入されていました。シダもやらせていただきました。まずピンさん計測器とかも持ってきていただいて、今話題の G400 ですね。あやかちゃんも G400 打ってみたいって言ってあのシダしてました。かなり好評でした。もう一つシダ会来ていただきました。ヤマハさんですね。リミックス女子のインプレスなど持ってきていただき、ヤマハのドライバーもいいですよね。かっこよくてシャープで。そしてイオミックさんのグリップ交換のブースもありました。のゴルフ終わった後とか昼食の時間とかあのパッと帰れるタイミングで、表彰式も1時間ぐらいあったんで、その間に結構グリップ交換されてた方がいたそうです。はい、以上企業ブースが6件来てまして、結構皆さん楽しめていただけたんではないでしょうか。今回の参加賞ものすごく豪華になりました。本当にありがとうございました。コウセイさん、キソンザグリーンさん、大高コウソさん、スコアアップアロンですね。ビールもいただきました。で、リンゴルフ×太平洋のマーカーありましたね。ブノア株式会社よりタックとかですね、マスクとかですね、いただきました。プラチナゴルフさんから初回無料体験レッスン券、はい、あとオルフェスさんがマスクですね。他にもまだ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 本当に今回ご協賛いただいた皆様本当にありがとうございました。アパレル予約販売もやってました。 Amazon で予約できますので、ぜひ皆さん予約してみてください。皆様大変長らくお待たせもいたしました。ただいまよりリンゴルコンペインスタント表彰パーティーを始めさせていただきます。それでは皆様グラスを用意してください。これからリンゴルフがですね、ますます発展するとともに、皆様のご健勝を祝しましてですね、乾杯こと大きな声でお願いします。乾杯。面白いこと言うみたいな顔するの皆さんやめてもらっていいですか。皆さんのリンゴルフ愛をすごく感じた一日で、普段動画を撮っていて良かったなって思った一日です。本当にありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。リサです。今日は本当にお天気も良くて、何の言い訳もできないぐらいのお天気だったと思います。改善点もいくつかあったと思いますので、また2回目できるように皆さんこれからもリンゴルフをよろしくお願いします。まずこんなにそのゴルフが大好きな方がいるっていうのはすごく私は嬉しく思います。私もこれからもずっと練習もしてどん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 上手くなって、スコアも更新していきたいので、皆さんも今後ちょっと頑張ってください。皆さんお疲れ様でした。あやかです。お疲れ様です。暑い中こんなにたくさん集まっていただいてありがとうございます。私自身もすごく楽しかったし、皆さんにもすごく楽しんでもらえて私もすごく嬉しいです。またこれからもリンゴルフをよろしくお願いします。暑い中のラウンド大変だったと思うんですけど、楽しんでいただけたでしょうか。3回ぐらい林の中には入れてしまい、探してくれた人はありがとうございます。私自身は来週プロテストがあるんですが、リンゴルフとともに応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ここで男女ベスグロの発表をしていきたいと思います。男性のベスグロはアウト38、イン35、グロス73の菊池よしゆきさん。レギュラーティーから回っています。
実は今日一番遠くから来てると思うんですけど、ドイツから来てまして、皆さんと会うために気合い出てきました。リンゴルフがこの状態となっております。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。すいません、お疲れ様でした。コンペお疲れ様でした。第1回リンゴルフ単独コンペということで楽しんでいただけましたでしょうか。本当に準備から何から最善を尽くしてやったんですが、当日ちょっとバタバタした点があったり、待ち時間が長かったりとか、表彰式がちょっと押し気味になってしまったりということもありましたが、帰り際に皆さんに本当に楽しかった、ありがとうございますって言ってもらえたり、次回も絶対やってくださいとか、次の日のインスタグラムの投稿でも本当にたくさん上げていただきありがとうございます。まだまだ改善点はあると思うので、次につなげれるように頑張りたいと思ってます。なんと今回応募総数850名いただきました。でそのうちに選ばれた180名の皆様、本当に一人の欠席もなく、いい天気に恵まれ、本当にありがとうございます。で太平洋クラブの皆さんにもたくさんご協力いただきました、ありがとうございました。また次回第2回第3回とつなげていけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。